エンサイクロペディア・オブ・ダイナソー恐竜百科事典へようこそ。この CD ロムには恐竜に関するさまざまな情報が盛り込まれています。また恐竜以外にも新生代・中生代の頃の地球の状態について、化石のできる過程などの説明についても詳しく入っています。この恐竜大百科事典を開くと、今あなたがご覧になっているオープニング画面が現れます。このオープニング画面から各項目へ簡単にアクセスできます。このオープニング画面にはヘルプボタンや終了ボタンも設定されています。ヘルプボタンをクリックすると、このヘルプ画面が現れます。この画面上のボタンをクリックすると、そのボタンの機能説明がナレーションで受けられます。このヘルプボタンは、今あなたがお聞きになっているガイドツアー同様に非常に便利です。ご利用ください。メインメニューには、この恐竜大百科事典に入っている絵や写真、ムービーなどのアクセス可能なリストが表示されています。またこのページにはすべての恐竜のリストが表示されており、それぞれの恐竜にはファミリーツリーなどさまざまな情報が収められています。このリストの中から調べたい項目を選んでクリックしてください。このメインメニューには、新生代・中生代の頃の地球の様子、先史時代について、化石がどのようにできたか、恐竜概説のアニメーション、そしてスライドショーとムービーショーのボタンが下段に入っています。これらのアイコンをクリックすると、それぞれのショーが始まります。またこれらのショーを終了するには、右下にあるリターンボタンをクリックしてください。メインメニューの中のリストの中の項目をクリック、またはオープニング画面の本文表示ボタンをクリックすると、この画面が表示されます。この本文表示画面には、1画面につき7つの解説が掲載されています。これらの右上の隅には小さなアイコンが表示されていますが、これらはそれぞれの項目が絵や写真、ムービーおよびファミリーツリーのデータを持っているかどうかを示しています。見たい項目をクリックすると、その項目の解説が大きく表示されます。右上にあるスピーカーアイコンをクリックすると、その恐竜の名前を読み上げます。項目をクリックすると、それに対する絵や写真が画面上段右上に表示されます。それをクリックするとフルスクリーンになり、右下のリターンボタンをクリックすると元に戻ります。フルスクリーンの絵や写真には、リターンボタンの上に小さな写真がついていることがあります。この写真をクリックすると、別の関連写真が表示されます。リターンボタンをクリックすると元に戻ります。解説の右下にはボタンが最大で3つ表示されます。右側にあるボタンはファミリーツリー、そして左側にあるボタンは関連ムービーを表示します。もしその恐竜にはファミリーツリーや関連ムービーがない場合には、これらのボタンは表示されません。この3つのボタンの中央のボタンは必ず表示されます。これは項目保存ボタンで、今開いている解説の項目を保存リストに保存します。このボタンの利用方法については後で説明します。ファミリーツリーボタンをクリックすると、今開いている恐竜の種族の関係図を表示します。このファミリーツリーの左下には恐竜の絵が表示されますが、これが赤い時にはこの種族は肉食であることを示し、緑の時には草食であることを示します。このファミリーツリーの中で調べたい種族があった場合には、それをクリックすれば
その種族までジャンプできます。テレビ画面のボタンが表示されたら関連ムービーがあることを示しています。もちろん恐竜は現在存在していないので、これらの映像はアニメーションか化石から想像を復元したものです。大半の恐竜スタックには分布地図が用意されています。その地図をクリックすると拡大地図が表示されます。この拡大地図により、その恐竜がどの地域で生息していたかが分かります。この地図の下には恐竜のアイコンがありますが、これはその恐竜が属している種族を示しています。またこのアイコンをクリックすると、アイコンの形と種族の関係を示す一覧が表示されます。もし調べたい恐竜の名前を知っているのでしたら、テキスト画面下にある検索文字列入力欄にその名前を入力し、リターンキーを押すか、この検索ボタンをクリックしてください。ある単語や熟語の入っている項目を探したい場合には、その単語や熟語を検索文字列入力欄に入力し、あとはこの検索ボタンをクリックしてください。その単語や熟語の入っている解説を検索ボタンをクリックするごとに表示していきます。ある単語や熟語の入っている項目をすべて検索したい場合には、それを検索文字列入力欄に入力し、ここにあるマルチサーチボタンをクリックしてください。検索が終了すると、今入力した単語熟語に関する項目が保存リストに表示されます。この保存リストは非常に便利です。このボタンをクリックすると、いつでもこのリストを表示できます。この保存リストは消去の選択をしない限りは保存されています。希望に応じて追加・削除ができます。新しいマルチサーチを実行する前に、現在の保存リストをすべて消去することもできます。この保存リストの中の項目をクリックすれば、その項目にジャンプします。このリストの項目とその解説をハードディスクに保存したい場合には、このエクスポートボタンをクリックしてください。ハードディスクに希望するファイル名で保存してワープロソフトで利用することも可能ですし、またプリントすることもできます。それではその他のボタンを紹介しましょう。この印刷ボタンは今表示している解説をプリントします。ヘルプボタンをクリックするとヘルプ画面になります。このメインメニューボタンをクリックするとメインメニューが表示されます。矢印ボタンは本文表示画面を進めたり戻したりする役割を持っています。